カオスを倒せ伝説級。はい、ということで皆さん、覚醒が来た、黄金竜のハンマーの、最強脳筋装備で、これのねハンマーが一体どれぐらい効くのか伝説級のカオス先生で試してみましょう。カオス先生バカだから初手でね、こっちの CT マックスにしてくれるからバカだから、バカだから。で、まず進撃の祈りを打ちます。で、小玉をもらいます。で、音捨てをしてもらいます。そして、コンボキャノンを打ってもらいます。コンボキャノンピタッと。ちょっと早すぎねえか。ちょっと打ってるけど危ねえよ。さあ、お、全身だ。グランドネビュラ。そして、来た。はい、6944。やば。はい、こだまする。いやー、一番超えたね。そして我は死ぬ。確定です。今の先合わせようと失敗したから。耐えたな。終わったら成人の鎧上がいい。だから俺はもう一度死ぬ。そして進撃の。これやられるとね、危ないからやめて。でもまだ威力が強すぎる。ありがとうございます。ガードして待ってますか。こだまするもらえないね。こだまあればな。子供もらったら毎日死ぬんだけど。でコンボキャノンしたら多分みんな防御だ、防御防御防御。俺が死ぬ、俺が死ぬ、自分に薬草巻きまくろう。死ぬ前に。ちょっと待って。そうそう。スプリカさんが死んじゃだめ。子供がなくなっちゃう。まあ、ああ子供。俺も弱え。大丈夫。語る。子供、子供。よし終わった。はい、終わり。お疲れ様でーす。はい、お疲れ様でーす。本当にクソ火力武器に超楽しいね。皆さんもね、ぜひアホらしい戦いをお試しください。コンボしてもらったらね、一人で1万ダメージ超えれるっていうね。ぶっ壊れてる。ぶっ壊れ、ぶっ壊れ武器。さあちょっとね、装備紹介しとかないと先に行っちゃったから。本当はね、俺もちょっとね、体上をやっぱ神竜道具とか欲しいんだけど。まさかのくじけぬ心笑った、わら気持ちいい、わらわら気持ちいい。じゃあちょっと装備の紹介を。はい、装備こんな感じです。そうです。まず、ね、黄金竜のハンマー、そして、獣王の冠、これね、配信暴走の極み、極意が入ってるから、あの八尾頭が 15% だけど、こっちね、そうに変えるから分かるんだけど、15%、八尾頭と同じだけど、これはあの人々のマックスじゃなくても大丈夫だから、八尾頭だと、パラディに当時ちょっと守ってもらわないと。まあ、マックス状態で殴れないから、その辺は要相談。持ってる人は使ったらいいんじゃない。これ持ってないから。そして、体上が刀身の鎧上。はい。ご覧の通り、これ回心放送の極意。これ 30% アップに力中。で、下半身がね、ドットの鎧の赤の下半身があると力強がつくんだけど、残念ながらそれないんで、天空の鎧の力中で妥協。そして、盾は、ブルーメタルの力中。さっさとこだましようと思ったのにな。で、奇跡がバトルマスターの力中プラス回心暴走の動き弱 15% アップ。もう全て一発にかけるスタイル。最後の一つが力のペンダントで、力2プラス力弱でね。まあ似たような装備はね、真似できると思うのでね、自分の持ってる装備でとりあえず力上げまくり、回心放送上げまくりで、ぜひ試して
して最後に紋章。紋章は力3、力5で、プラス力3、力11プラス。これが一番強いということでね、ぜひとも皆さんも一発の威力をお試しください。それでは今回の動画はこれで終了です。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。